リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、ということで今日はこちら、はい、なんとなくわかりますかね。はい、ということで今日は、はい、料理企画をやっていこうかなと思います。拍手パチ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 ということで、はい、あの YouTuber さんとかがねよくやられてるような企画でございます。今回はルーレットを回して出た食材で、夜ご飯を作っていこう企画でございます。はい、ということでやっていこうと思います。はい、ちょっとね黒くて見にくい部分もあるんですけれども、読み上げていこうかなと思います。はい、まずは食材と調味料を、交互に振っていき、交互というよりは両方とも3回ずつ振っていきたいと思います。その中で出た6つの食材で、料理を作っていくという形を取っていきたいなと思います。はい、なのでまず食材から、振っていって、その後、調味料を3回振っていって、それで出たもので作っていこうかなと思います。まずは食材から見ていきましょう。はい、まずはキャベツ、そして卵、そしてバラ肉、チョコ、鶏肉、もやし、玉ねぎ、インスタント麺、パスタという形です。はい、特に外れっていうものないですけど、チョコとか出たら使いにくいかなっていうところですかね。あのデスソースとかあればよかったんですけど、デスソースはあいにく今家にありません。昔はありましたけど今はありません。あとマックスエンドとかもありません。なので変なものはできないかなと思います。ただちょっとやってみたかったのでこんな感じ。はい、そして調味料はこの後見ていきましょう。ということでまずこちら3回回していきたいと思います。ということでレッツルーレット。さあ、1個目の食材は何が出るかな。キャベツ、キャベツ、忘れそうなのでメモ帳を開きます。まずはキャベツ。では次回していきましょう。ルーレットスタート。同じものが出た場合は変えます。もやし、もやし、もやし、角やつかさ、あ、違いますね。はい、もやし。はい、では次3回目レッツルーレット。さあ何が出るかな。回って回って、キャベツ、キャベツ、キャベツ2個もいらない。ということでもう一回回していきましょう。いきますよ。何でかな。鶏肉、鶏肉、普通に美味しそうな、美味しそうな晩ご飯ができそうですね。はい、じゃあ次はルーレットを選択して調味料。はい、調味料はすごいことになっております。はい、変なのが結構入ってます。かぶってますね。ちょこっとずつ見ていきましょう。ドレッシング、牛乳、オイスターソース、塩コショウ、醤油、ニンニク、からし、からしはこの間ですね、私生姜焼きを作ろうと思い、買ったところ間違ってからしのチューブを買ってしまいました。そのからしです。はい、そして、焼肉のタレ、ジンギスカンのタレ、わさび、生姜、ドクペでございます。はい、怪しいのも入ってきましたね、ようやくね。ドクペ、はい、私が大好きな、飲料水、ドクターペッパー。はい、行きましょう、スタート。さあ何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。ジンギスカンのタレ、ちょっと待って、これ普通に美味しそうなのできそうだけどね。次ルーレットスタート。さあ何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。ちょっと待って、焼肉のタレにジンギスカンのタレ、ちょっと濃くない。面白いの出ないぞ。では次第3回目ルーレットスタート。からし、ここでからしですか。
うわ、でもこれ食材に生かしにくいの出たね。キャベツ、もやし、鶏肉、ジンギスカンのタレ、焼肉のタレ、からしでございました。じゃあいよいよね、からしを引いていくのは ある意味面白いことなんですけど、からし以外が結構まともなので、ちょっと鶏肉に下味をつけるなどをしてみたりっていうことをしたいなと思います。なんとなく、クリエイトしていきましょう。じゃあ早速ご飯作っていきます。はい、ということでここからは R 世界からお送りいたしましょう。ということでどうもリントです。はい、で出た食材が、もやし、キャベツ、鶏肉、そして、この間間違って買ってしまったからし、はい、そして、ジンギスカンのタレ、ジンギスカンのタレ少ないな、よし、あと焼肉のタレでございます。まあね、この食材を見た感じでいくと焼いてしまえばそれでいいんじゃないかっていうぐらいの状態なんですよ。ちょっとからし入れてね、これで味整えて炒めるだけで、美味しいものができちゃいそうなんですけれども、ちょっと一手間加えてみましょう。でちょっとね、まだ解凍してないやつなので解凍していきます。はい、では鶏肉をここから切っていきたいと思います。まず鶏肉の皮だけをちょっと剥いでいきたいなと思います。皮は別でちょっと味付けをしたいなと思うので、皮は別で味付けをして別々にしたいと思います。一旦皮をではこちらの方に入れておきます。ではちょっと大きめにぶつ切りにしていきたいかな。包丁の切れがとても悪いです。この辺から切っていって、一口大ぐらいに切っていきましょう。はい、一口大ぐらいに切ったお肉を、半分ぐらいはちょっと違う味付けにしたいので、まあただ最後くっついちゃうからな、どうなんだろうな。まあでも下味をつけておきたいなっていうところではあるので、片方は、いやどうしよっかな。よし、全部鶏肉切って、この鶏肉の皮以外の部分は、先に味付けをしてしまって、その後炒めるようにしましょうか。なんかアレンジ難しいですね。からしとジンギスカンのタレとね、キャベツにもやしじゃないですか。なんでアレンジがとても難しいですけど、ちょっとどうにかうまくアレンジしたいなってところなので、頑張ります。はい、とりあえず鶏肉が切り終わりました。
鶏肉は切り終わったんですけれども、こちらの皮の方がまだ切り終わっていないので、裏の方から切っていきたいなと思います。はい。よいしょ。切りにくいね。包丁新しいの買いたいところですね。切れ味が悪いです。悪くなると指切っちゃいますからね。特に皮とかは、ニュルニュルしてるんでね。どうしてもね、切りにくいですね。はい。はい。はい。では、こちらの方、味付けしていきたいんですが、こちらの方にはからしをちょっと使って味付けをしたいなと思います。で、からしとできればなんですけど、もやしとこっちには味付けをしないで、軽く炒めた上に味付けをした鶏肉を乗っけて、食べていきたいなと思うんですね。なのでこっちはジンギスカンのタレと練りからしを入れてちょっとピリ辛にしたいと思います。そしてこちらの方には焼肉のタレを入れて、漬け込んでちょっと揉みほぐしてですね、炒めていこうかなと思います。はい、ということでからしの方からいきましょうか。じゃあからしを、スプーンちょっとぐらいでいいかな。入って、からし、はい、からしとここにこちらのジンギスカンのタレを入れて混ぜ合わせておきます。からしはしまっちゃいましょう。で、これは後で別で炒めていこうかなと思います。そしてこちらの方には焼肉のタレを、どれぐらいがいいかな。スプーン大さじ2ぐらいでいいかな。結構ドロッとしてますね。あー、大さじ2じゃちょっと少ないかな。これぐらい入れて、まず混ぜちゃいましょう。あ、でも良さそうですね。で、隠し味でちょこっとだけからしを出ていかない。ちょっと指につけて垂らしましょうか。はい、はい。せっかくなのでね、間違って買ったからし、使っていきたいと思います。はい。いや、まさかあのルーレットでからしが出るとは思わなかったのね。出来レースだと思われちゃうの嫌だな。そんなわけないんだよ、本当に。はい、こんな感じですね。では早速、キャベツ等々を炒めていきましょう。
ということで完成いたしました。何にと言ったらいいですかね、キャベツ、もやし、鶏肉の焼肉だれ漬けなんちゃらです。はい、なんだろうね。はい、とりあえず、鶏肉を少し、焼肉のタレやジンギスカンのタレに少しつけてあげまして、そこにからしも追加してという状態で作成いたしました。じゃあ早速美味しいかどうかね、よそって食べていこうかと思います。はい、じゃあちょっとよそっていきましょうか。お腹も空きましたね。こんな感じでいいでしょうか。少し下に肉汁が溜まってますね。美味しそうです。じゃあちょっとこんな感じで取って食べてみましょう。食べてみます。いただきまーす。からしがどういう味が出てるかですね。うん。うん。うん。美味しい。からしがですね、ちょうどいい感じでピリッとしてまして。うん。そしてですね、キャベツの甘みがすごい出てて、変にキャベツに味がついていないので、お肉と一緒に食べた時にすごく味が引き立つというか、なのでこのキャベツの甘みに鶏肉のちょっとピリ辛な感じが合いますね。で、そこにもやしのシャキシャキ感がすごい美味しいですね。うん、からしいい味出してますね。うん、うん、からしがすごいピリ辛でいい味出してます。すごい美味しいですね。うん、まあただね、味付けのメインが焼肉のタレとジンギスカンのタレがメインには入っているので外れるわけはないんですよ。うん。で、この鶏の皮なんですけど、味がちょっと違う、変えてるんですよね。こっちをジンギスカンのタレにしてるので。なので、こっちはこっちでちょっと甘辛い感じになってて、こっちは普通に甘めの、焼肉屋のタレの甘い感じになってます。で、そこに辛子のピリ辛さがある感じですね。うん。美味しい。うん。はい、こちらはね、とりあえずよそった分に関しては完食でございます。この後普通に晩ご飯食べていこうかなと思います。はい、ということで今回は、ルーレットを回して、出た食材で料理を作ってみるという企画第1弾目でございました。この後も、例えばこういう食材入れてみてとか、あとルーレットこうしてみたらとか、いろいろ考案がありましたら、いろいろコメントでアンケートお待ちしてますので、よろしくお願いします。これからも料理企画やっていこうと思うんで、よろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。